目を覚ませ。さあ、目覚めるんだ。ずっと僕は待ってたんだ。君のような人がいつか来てくれることを。君ならばきっと答えを見つけてくれる。だから僕を止めてくれ。ているのです。まあ着ているものはともかく、中身は合格といったところかしら。いかにも田舎育ちって雰囲気はいただけないですけど、最初に言っておきますけれど、あなたは私の師である前に使用人であるのですから、くれぐれもそこをわきまえて行動していただきたいものね。お嬢様、お一人で歩かれたらいけないとあれほど申しましたのに。あなたですね、旦那様のおっしゃった新しい家庭教師の方というのは。マルティーニ家のメイド長をやらせていただいているサローネと申します。亡き奥様に代わり、お嬢様の養育係として見送りに参りました。それにしても、旦那様のお話によると、あなたは大層優秀な成績で軍学校を卒業されたとか。あら、そうでしたの？帝国の軍人たるもの、武術も召喚術も共に優れるとお聞きしますが、あなたはどちらがお得意なのです？なるほど。さあお嬢様、先にお乗りください。私はもう少しこの方にお話ししておくことがありますので。ええ、それではお先に。それとバーヤ、言っておきますが、その人もあなたもマルティーニ家に雇われた使用人に過ぎないんですから、仕事以外のことには余計な口を挟まぬよう。いいわね、ベルフラウ様。うん。さて、あなたにはこれからお嬢様を連れて軍学校のある
高専都市パスティスに向かっていただくわけですが、わざわざ一緒に船旅をしてもらうのには理由があります。ベルフラウ様はとにかく勝ち気でして、少しばかりそのわがままに過ぎる部分があるのです。自分の意に沿わないことはなかなか受け入れられず、特に殿方相手だと無気になって逆らおうとするありさまでして、そういう理由から今までの家庭教師はどなたも長続きはしませんでした。ですが今回ばかりはそういうわけには参りません。格式と教師陣において帝都一と名高い軍学校に入学することこそお嬢様の将来にとって絶対必要なのです。だからこそあなたには何としてでもこの船旅の間にお嬢様との信頼関係を築いていただきたいのです。それが叶わぬ時はこのお話はなかったことに。気分じゃありません。今はそんな気分じゃないって言ってるでしょ。気分が悪いのですから。そこの貴様、動くんじゃねえぞ。動いたら問答無用でぶち殺す。何事だ創造師。ああ不審者ですわ副官殿。とっ捕まえて締め上げましょうか。よせビジュ。隊長殿、申し訳ないが、ここから先の区域は軍の管理下にある。民間人は立ち入り禁止だ。速やかに引き返していただきたい。さっさと行きな。寂しくなんかあるもんですか。うちのことが恋しくなるなんて。子供じゃあるまいし。やるわねソノラ、一発で帆柱だけを粉砕しちゃうとは。おいスカーレル、あんまりそいつを褒めんじゃねえ。いつか見たくまた調子に乗って獲物を海に沈めかねん。うむ、兄貴ったらまた昔のこと言うし。
客人、目当ての品は間違いなくあの船にあるんだな。はい、間違いなく。けどさ、なんでまたわざわざ定期客船に偽装して運んだりするかな。物が物だけに秘密裏に運びたいってことでしょうね。とはいえ、私らにバレちゃってるあたり、かなり間抜けとは思うけど。ですが、警備の部隊がついていることには変わりありませんよ。なーに、上等だぜ。それぐらいでなくちゃ張り合いもねえ。よっしゃ、このまま砲撃で牽制しつつ全速前進。雪原スタート、一気にかしこむぞ。海賊ですって、ちょっと、なんとかなさいよ。てめえら、腰が引けてるぜ。やる気のねえやつはとっとと失せな。おお、ようやっと骨のあるやつが出たか。ずいぶんと勇ましいお嬢さんだが、言ったからには口だけで終わったりはしねえよな。いいぜ、そういうの。分かりやすくてよ。野郎ども、敬意を払ってお相手してやんな。Bye.
下がってな。てめえらには血と荷が勝ちすぎるぜ。おかしら。そういうわけで今度は俺が相手だ。ああ、勝手で悪いが俺らにも都合ってもんがあるんだ。それに俺は強い相手とバチバチやるのが好きなんだよ。たとえ相手が女だったとしてもな。潮が変わった。そんな、ついさっきまではあんなに晴れてたのに。おい、武者だ。力が欲しいか？ならば我を手にせよ。生き延びたくば我を継承するのだ。さあ手を伸ばして掴み取れ。生き延びるための力を欲するならば我を抜き放て。
から望みしときあらば、いつでも呼ぶがいい。我はお前の心と、我はお前の心と共にある。先生、私あのまま眠ってしまったんですの。それより、あの人は一体どこへ。そういう時はきちんと断ってから行動なさいよ。
魚を釣ったり火を起こしたり、私にはできないことばかりあなたは知っていて、本当に？倒れていた私をこの子が起こしてくれたんです。いい、私をどこかに案内したがっていたようなのですけれど、その途中でこの子私を守ろうとしてくれたんですのよ。ちっちゃなくせして頑張って、でも私が警察だったこと、私は呼んでるわ。いいでしょ、別に可愛い名前じゃない。ビビビわかってますわ。ビビー、ねえ、一応昨日のことは感謝していると言っておきますわ。それはそうですけど、でも来てやがったわけだ。お知り合いですか、カエルさん。俺話しただろうが、ガキを助けるために荒れた海に飛び込んだ女がいたって。それがこいつさ。ようやく人影を見つけてみりゃ5ドル類とはな。まどっちにしろよ、このままお前らを見逃すわけにはいかねえな。聞きたいこともありますしね。あの時の続きと行こうか。うん、いい、行くぜ。Thank you.
何ですの？何がおかしいんです？負けたくせに。あー、負けた。完璧に俺たちの負けだ。女にしとくにはもったいないぜ。あなた、民間人ではありません。ま、何にしろ負けは負けだ。煮るなり焼くなり好きにしていいぜ。私たちが必ず約束を守るという保証はないのですよ。気に入ったぜ、あんたのその肝っ玉。なあ先生よ、よけりゃ客分として俺らの船に来ねえか。船ですって？そうよ、今は壊れちゃいるが直せねえわけじゃねえ。食い物も水もしばらくの分なら蓄えがあるし、修理を手伝うんなら礼として近くの港に乗せてってやるぜ。どうよ。よし、そうと決まったんなら船で待ってる連中にも紹介しねえとな。さあついてきな。ねえ、ちょっとこっち来なさいよ。あなたね、本当にいいんですの？当たり前でしょ、相手は海賊ですのよ。知りませんわよ、私は。そういや自己紹介まだだったな。俺はカイルだ。海賊一家の元締めをやってる。腕っぷしの強さにはちょっとした自信があったんだが。負けちまった手前偉そうに言えねえか。でこっちがヤード。見た通り召喚した。どうぞよろしく。ちょいと訳ありで俺たちの客になってる。ま、あんたらと同じってこったな。
俺、あれだ。あそこに見えるのが俺らの船。カエルさん、様子が変です。動けへんかい！ほら、寄ってたかって近づくな！気楽なお留守番のつもりが、まさかこんな物騒なお客が来るなんて。世の中やっぱ甘くないわね。ふざけやがって！カエルさん、一人じゃ無茶だ。ちょっと、どうするつもりよ。どうして？あの人たちは。
何なのよこの光は。化け物が怯えて逃げていく。すげえ。バカな。どうしてあなたがその剣を使いこなしているんです。おいおい客人、じゃもしかして。間違いありません。この人が使った剣は私が持ち出した2本のうちの1つ、緑の剣帝シャルトスと呼ばれていたものです。どういうことよ。ちゃんと分かるよう説明なさいな。つまりだお嬢ちゃん、俺らが船を襲ったのはそいつをぶんどるためだったってことよ。まさかこんな事態になっていたとは。ちょいとお待ち。込み入った話の前に客人にお礼が先よ。うん、そうよね。助けられちまったな、あんたに。海賊カイル一家の元締めである俺が改めてここに宣言しよう。あんたたちを俺たちの船の客人として歓迎するぜ。あお、よろしく頼むぜ先生よ。よかった。たった一つだけど希望はつながっていた。君ならきっと彼を止めてくれる。絶望を超えてくれる。ダメだ、これ以上はもう。お願いだ、僕を止めてくれ。